街を使った秘密の遊び「今日の演劇」いつもの街で自分の部屋で当たり前の毎日を劇場にしよう「街を使った秘密の遊び今日の演劇は」はラジオと街を舞台にあなたの日常をふわっと自由にする秘密の遊びを仕掛けるアートプロジェクト。 誰もが役者で誰もが観客今日はどんな舞台の幕が上がるのかあなたももう一つの日常に遊びに行ってみませんか時刻は9時22分を回っています街は劇場プレゼンツ 街を使った秘密の遊び、今日の演劇のコーナーです。はい、毎週街を舞台とした劇曲、舞台の台本のようなものを読み上げてラジオを聞いてくれている皆さんと一緒に街を使った秘密の遊びをやっていこうというアートプロジェクトです。はい。で先週なんですけど、宇宙のことが大好きな小学五年生増田ゆらちゃんのお話を元に作られた。 宇宙一の料理というお話でしたよね、うん、で自分が宇宙に行ったとしたら宇宙で食べてみたい宇宙食を考えてみようという内容でしたが、うんはい、皆さん実際に理想の宇宙食を作って食べてみたりしましたかねあの僕は作らなかったんですけどもあの、ねうん、先週土曜日ねお刺身だったのよ。刺身宇宙に持ってってたたららどうななのかなと思いながら食べましたあ<ー>あでもそれだけでも全然ね,ね,ね鮮度とかどうなのかなっていうね。 鮮度は保たれるんじゃないの?。真空パックみたいなやつ。かな地球にいるときよりも。だって、宇宙にいると、年取らないからさ。え?。本当?。本当?。年取らないはずだよ。あれ?。え?。年取らないって、どういう意味ですか?。精神と。みたでも、ツイッターでもね、結構、ほら、ご飯と納豆と豚汁とか、そうめんとか、割と家庭料理。普段食べてるものを、宇宙でも食べたいなって思った方が多かったのかなって思いました。よ さあ今月はです、ね、静岡に暮らすいろんな人たちにインタビューをしてその人たちのえ普段の暮らしや好きなことをテーマに作った戯曲を放送していくという今回の戯曲はスリランカから日本に移り住み静岡市葵区でサヒル17というスリランカカレー専門店を営んでいる坂本サジットさんとの合作です。 サジットさんにお話を聞いてそこからインスピレーションを受けたプロジェクトチームが書きました今日の戯曲を読んでくれるのはスパック静岡県舞台芸術センター俳優の奥野明人さんですそれではお聞きくださいこの街のスーパーマンあなたはスーパーマンこの街を守る名もなきスーパーマン自分はスーパーマンなんかじゃないって あなたは言うだろうけど僕に言わせればただ忘れてるだけ実はあなた以外の人はみんな知ってる角のコンビニの店員さんも路線バスの運転手さんも向かいのおばさんとおばさんが飼ってる犬も地元の小学生たちもあなたの家族も全員それを知ってる あなたが自分はスーパーマンだってことを思い出す小さな魔法を教えるね。それは自分が映画の主人公だと思って今日かっこよく過ごすこと。朝は決まった時間に起きて自分のために素敵な朝食を用意しよう。お金をかける必要はないし、全部手作りじゃなくっていい。 パンをトーストして卵はお好みの硬さでフルーツは美しくカットしてお皿に並べる椅子にゆったりと腰掛かけてスターのように足を組んでたっぷり時間をかけてコーヒーを飲もう昼間は毎日できるだけ違う場所へ行って違う人たちに会おうたとえ毎日 同じ仕事場や学校に通って同じ人たちと顔を合わせていたとしても、行き帰りやランチタイムは知らない道を通ったり違うことをしてみる。わざと路地に迷い込んでみるのもいい。次の展開が予想できないドラマのように。そして、出会った人たちのために自分は今何をするべきか考えて行動してみて。 泣いてる人がいたら、花束を買ってきてプレゼントしよう。イライラしている人がいたらお茶を入れてあげよう。しばらく会っていない人がいれば、手紙やメッセージを送ろう。あなたがどうしてるかなってふと思い出しました。お元気ですか誰かが自分を気にかけてくれていると気づくだけで、 人は孤独から抜け出せるから。夜は仕事を終えてシャワーを浴びたら、新しいシャツに着替えて一人で家を抜け出そう。好きなアクセサリーや香りを身にまとって。隠れ家みたいな場所、例えば行きつけのカフェや、月の見える浜辺で静かに過ごそう。 明日はまた新しい自分に生まれ変わって新しい映画が始まる今日の幕が下りる前に自分という観客のために美しいラストシーンを演じようあなたはスーパーマン世界の片隅に火を灯すあなたはスーパーなヒューマン さあ今回の戯曲は静岡市内でスリランカカレーのお店をやっているサジットさんと考えた「この街のスーパーマン」というタイトルでしたけど自分が映画の主人公だと思って今日かっこよく過ごしてみようという内容でしたね。 で出会った人たちのために自分は今何をすべきか考えて行動してみてという言葉も印象的でしたね、はい、そうですね、うん、でサジットさんはスリランカの軍隊のレスキュー隊で働いていた経験があるそうです小さい時から特殊部隊に入隊することを目指してトレーニングをしていたそうなんですがお母さんに人を殺すために君を産んだわけじゃないよと悟されて人の命を救う仕事を選んだんだそうです、うん そんなサジットさんは来日後、大きな事故にあって片足を失います。 そんな逆境にも負けず、サジットさんは人口減少している中山間地域のために何かしたいと、山の中の集落でカフェを始めたり、コロナ禍で困っている飲食店のお弁当を買い取って、サジットさん自ら街頭に立って販売するセレンディブ号といった活動もされています。すすごごいい人生というか<ー>そのお母ささんの言葉がすごく刺さるう うですね、この「うん。でこの,今日の演劇プロジェクト」のチームの方々がですねサジットさんのお話を聞いた時にこの人まるでスーパーマンだなと思ったそうでうん、うん、その「 スーパーマンだなと思った思いをこの劇曲に盛り込んだそうです、うん、で、サジットさんみたいに生きるためにはどうしたらいいですかって聞いたところ答えをいただいた答えを今回劇曲に盛り込んだということなんですが、はい、例えば映画の主人公のつもりで生きてこう朝ごはんを大切にするとか街角で泣いてる人に花束をあげるということですよねこれサジットさんが実際にされてる行動なんですね、うん、花束をあげるとかね本当スーパーマンですね主人公みたいなね、うん、本当にね、うん なんかこの映画の主人公として生きてみるっていうのは、うん、ある意味、こう俯瞰から自分を見るみたいなところがあるじゃないですかそれはちょっと面白い視点だなと思いましたけどね、僕そうです、ね、うまあでも、なわれわれこういう仕事をしてますからそんな感覚、もしかしたら常にあるる気もす常にはないよ、皆さんもねちょっと映画の主人公になったつもりで本物のサジットさんに会いに行くっていうのも面白いかもしれませんね。<ひ> はいこれ、うん、おサジットさんのお店ってあるんですよねはい、うん、えと水見色とあともう一つ青い国にありますね<あ>静岡市青いいうことです ぜひ行ってみてください,はいえ今日読まれた儀曲は今日の演劇公式ウェブサイトで読むこともできます SBS ラジオの YouTube チャンネルにも放送後に音声をアップしますのでチェックしてみてくださいはい。お届けした儀曲ややってみたよという方は Twitter や Instagram 番組のメール宛てで教えてください、えー、投稿する際はハッシュタグ今日の演劇とつけてください今日のはひらがな演劇は漢字でお願いいたします 今日の場合はそうですね自分が映画に出てる風な写真を撮って投稿するとか <laughs>、うんうん、そんなことしてみたら楽しいかもしれないですねスーパーマンの格好してるのもいいんじゃないですか <laughs> コスプレするのこんな行動してみたいよとかね皆さんが考えたことを教えてほしいですね、うん、そうで投稿していただいたものはラジオや今日の演劇の公式ウェブサイトや SNS でご紹介させていただくこともあります最後に来週の予告です、うん、来週は戯曲の放送ではなく このコーナーのテーマ曲今 BGM でもかかっている曲ですねを、はい、作ってくださった静岡で活動するミュージシャンの丸山健次郎さんをスタジオにお招きしてお話を伺う予定です、はい、どうぞお楽しみに以上、まは劇場プレゼンツまを使った秘密の遊び今日の演劇のコーナーでした